もう一つ大学院で学んで、これが大事だなって思ったのが、このメタコグニティブの活用というものです。で、さっきお話ししたミクロとマクロの中の中で、言語の知識、ミクロの部分とか、背景知識、文脈、社会的通念、文化的知識とか、いろんなこと、そういうの全部、これを今、まあ、このリスニングだけじゃないんですけど、今回はヒアリングマラソンとかリスニングのお話なので、リスニングだけに限ってお話ししますと、今流れている音声を理解するためにどれを使うか瞬時に選んで臨機応変に対応していく力を身につけることが、さらに上のリスニング力につながっていくということをが分かりました。で、これ今聞いてる音だけ聞こえて文法的に理解してって、でもあれなんだかよく分からなかったなってなった時に、あれなんかよく分からないっていう時に、あのことかな、このことかなって自分で、あのニュースのことかなとか、あの歴史で習ったあのことかなとか、自分の一般常識とかでバーッとサーチングして、で、あ、これだってなった時に話がより聞こえてくるっていうのは、私もニュースとか聞いてて体験してて、やっぱりそれが大事だなって思います。ただただ音だけ追っていては聞けるものも聞けないなっていうのがあります。で、上級者がどんな聞き方をしているかっていうのを、大学院の研究ミニリサーチで、お互いに何をしているか、音を聞いているときに何を考えてたか、どうしたかっていうのを調べることをしたんです。で、調べるやり方、手法はいろいろあって、観察したりとか、インタビューして、あの時分かんなかった時どうしたって聞いたりとか、そうやってデータをいっぱい集めていくっていう授業があったんです。で、私はやっぱりそのリスニングの壁っていうのがすごく自分の中であったので、ぜひ上級者の人に教えてもらおうというか、観察したいなって思って、でも大学、アメリカの大学に留学もしていた人で、話す方も聞く方ももうとてもフルエントな方がいたんです。で、その人にぜひちょっとモデルっていうか、こうなってもらって調べさせていただいて、で、あまりにも上級なので、普通の英語を聞いてもらってもわからないことはない、なのでイングリッシュジャーナルのとってもインドなまりの強いスピーカーのインタビューを聞いてもらいました。で、そしたらその人は何をやっていたかっていうのがここに出てきたんですけど、次に何が来るか予想する、で、次に、あと、まず背景知識にアクセスして、ダメならボトムアップに切り替える。これは普通、私たちはさっきも何度も言ってますように、日本語喋ってる時でも普通にやってることなんですけど、まあ、そういうのを意識してやる。それから最後に結論が来るだろうと予測し、詳細の聞き取りは諦めて文脈に集中する。ということで、上級者の人、私が勘違いしていたのもう一つの勘違いは、上級、英語の上級になれば何でも聞き取れる、何でも理解できるんだろう、私はそこを目指さなきゃって思ってたんです。でもそんなありえないので、ということが分かりました。上級者の人も分からない、やっぱり背景知識のないこととか、知らないことは聞き取れない。で、その時にどうするかっていうことで、冷静に聞き方、ストラテジーっていうんですけど、さっき言ってた背景知識とか文脈とか、そういうものにも意識的にアクセスして、それを選び取って、最低限大事な情報を聞き漏らさない対処をしているということが分かりました。で、このストラテジーっていうのは、その、まあ、どうやって聞くかっていうやり方なんですけど、メタコグニティブっていうのは、それを同時にみんなやってるはずなんです。同時にいろんなストラテジー使って聞いてて、あれがダメだったからこれじゃなく、これとこれとこれと同時にやったりとかしてて、必ずしもそのストラテジーを使ったからといってそれが成功するわけではない。でもそれを、じゃあそれダメなら違う聞き方っていうことで、どんどんそれを瞬間的に、話の流れていく瞬間的に、どんどん自分で意識して聞いて使っていく。そうすると文脈
背景知識全部使った、ミクロとマクロ全部使った理解ができるようになります。でここにちょっといろんな書物、ストラテジーのことに書いてある本をの中に書いてあるのを拾ってきたんですけど、 Higher proficiency learners use more metacognitive strategies and use them more frequently。 やっぱり上級の人っていうのはこのメタコグニティブストラテジーっていうのをより使ってる、より頻繁に使ってる、よりたくさん使ってるっていうことが実際調査で分かっています、研究で分かっています。それからもう一つ、 More successful learners use metacognitive strategies more often than less successful learners。 やっぱり上級の人は successful learners、 less successful learners、 あんまりできない人って言ったら変な言い方ですけど、そしてよりもよりこれを上手に使いこなしている、使っているっていうことがやっぱりこれも研究で分かっています。そんなことで、もしもヒアリングマラソンやってもやっても何だかいまいちっていう人は、ここの部分をぜひぜひ意識してみてください。で、新しいコーナーの先ほどのミクロとマクロの聞き方のところを一生懸命やっていただけば、結局これができるようにトレーニングになると思うので、ぜひお願いいたします。そういうことでありがとうございました。